社会人では全日本選手権優勝、当時の日本記録も出されているということで、最初は簡単な種目です。誰でもできます。でその状態でしっかりバランスを取る、壁を押す、形を意識して斜めのしっかり軸を作ります。皆さん、こんにちは。JPC チャンネルです。本日のゲストは、松下トレーナーにお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いします。はい、今回よろしくお願いします。はい、今回松下トレーナー、初めての YouTube ご出演ということで、まずは皆さんに、松下トレーナーのちょっと経歴を、ここでご紹介していきたいなと思います。まず競技歴の方なんですけれども、当時は陸上の 110m ハードルを専門としてやられていたということで、高校大学ではなんと日本一、そして、社会人では全日本選手権優勝、そして当時の日本記録も出されているということで、輝かしい経歴をね聞いております。そして引退後なんですけれども、社会人野球のトレーニングコーチとして、20年近く指導されております。指導選手の中にはプロ野球選手になられた方も見えるということで、プロ野球のオフシーズンにはプロ野球選手の自主トレも担当されているということで、すごい輝かしい経歴をお持ちで見えます。そして、今回の内容なんですけれども、以前ちょっとコメント欄に足が速くなるコツを教えていただきたいということで、今日はそのことについて松下トレーナーと一緒に実践しながらやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。速く走るために、何をしていかないといけないかというところなんですが、まず地面に対して、しっかり大きな力を伝えないといけない。でその伝えた結果、地面から大きな力が返ってきます。その作業をして、それが正しくできれば、速く走る、体重を移動させることがうまくできるようになっていきますので、まずそういうトレーニングを最初に紹介させていただきます。アンクルホップという種目で、足首を強く使ってタイミングよく地面に短い時間で力を伝えるためのトレーニングになります。でこれは最初に紹介しますが、最終的には走りの最後の方ですごい必要な要素になりますので、実際に今から服部コーチにやっていただきますので、またそこまで注意点、紹介させていただきます。はい、いきます。はい、で今やっていただいたように、短い時間で地面、床に大きな力を伝えることによって、自分の体が空中に浮いているっていう状態になるんですが、そのようにして走る時の一歩一歩、地面に正しい力、大きな力を伝えるということが大事になります。それを今から服部コーチに実践してもらいながら、段階を経て紹介していきたいと思います。はい、先ほど言ったアンクルホップっていう種目は、最終的なところの地面に大きな力を伝えるための種目になります。で地面に大きな力を伝えるために、正しいフォームを身につけていかないと、タイミングよくいい角度で地面に足をつくことができないので、それができるようになるために、走るためのフォームを作っていく種目をこれから紹介させていただきます。最初は簡単な種目です。誰でもできます。家でもできますし、自分で鏡を見ながらであったり、お父さんお母さんに見ていただきながらやれる種目になります。でもすごい重要な種目になりますので、しっかり見ておいてください。じゃあ実際に服部コーチにやっていただきます。まず走る時のように、片足で立って、片足をしっかり高く上げる、でその状態でしっかりバランスを取るという作業を30秒間我慢してやっていきます。その間しっかり体幹とか股関節の力を使ってバランスよく立っていきます。ではスタートします。よーい、スタート。でこの時に、今服部コーチうまく立ってもらってますが、悪いパターンはこれが膝の方向に抜けて体が丸くなってしまう、こういうような状態にならずに、まっすぐきれいに立って、つま先の上に頭が来るぐらいのイメージで、上半身はリラックスしてしっかり支えて立つという作業が大事になります。でこの時に足を上げる筋肉、お腹の中にある足とつながっている筋肉を使ってしっかり立つように意識をします。はい、 OK です。服部コーチクリアです。でこの種目がしっかり左右できるようになってから、次へのステップとなります。なので1日の中で1セット、もしくは2セット、3セットと、やっていくことで体に
体幹力もつきますし、股関節周りの力もつきますので、走るときに床に強い力を伝えるための体も作っていきますので、まずここからやっていきましょう。でもう一度確認で、悪い例は膝が抜けて後ろ方向にこうやって立ってしまうと、前に走っていく形じゃなくて後ろに走っていく形になってしまいます。なのでしっかり立って足を上げて、つま先の上に頭の位置が来るぐらいの位置で立つことをしっかり意識してやるようにお願いします。はい、では次の種目へ進まさせていただきます。今地面に垂直の形で片足で立つということをやってきましたので、今度壁を利用して走るときに重要になる前傾姿勢を作りながら、体の軸をしっかり作れるようなトレーニングを行います。では服部コーチにやっていただきます。壁に対して手をついて斜めの状態を作って、先ほどよりも母子球つま先にしっかり体重を乗せた状態で先ほどのフォームを作ってもらいます。はい、お願いします。これも、同じように30秒間ぐらいをめどにトレーニングしていきます。でこの時に注意しないといけないのは、先ほどと似たような形で膝が抜けてしまって、腰が抜けたような状態で、体を支えるのではなくて壁を押す形を意識して、斜めのしっかり軸を作ります。この時も体幹とかお尻の力、股関節周りの力がすごく重要になっていきます。足から頭までまっすぐな状態をしっかり作って、30秒間をホールドした状態で我慢をします。はい、 OK です。今のような形でやったものをまた次、ステップアップして行っていきます。で次はで、しっかりお腹に力を入れる、お尻に力を入れる、膝の周りに力を入れる、軽くクッションを使ってポン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 。